届くって車椅子だと届くかなっていうぐらいだね、うん、冷たくもないけど暖かくもない。どうもこんにちは、アフです。今松本にやってきました。行きます。本当何の事前情報もないからな、松本に関する、うん。古き良き建物があるね、うん、盛大に鼻水を垂らすことにしよう。夜の方が山賊焼けだって思った。若大将、なんだ、俺も昔は若大将って言われたこともあったな。ロボットも作る。今日のメニューはバニラです。車椅子でもお参りできそうな稲荷神社があったので行ってみたいと思います。ちょうどこの鳥居の高さが普通の神社と比べて低いね。シャボです。だいたい私が身長が166センチなんですけど、これで頭ぶつかるぐらいの高さ、これだいたい160センチぐらいですかね。届くって車椅子だと届くかなっていうぐらいだね。面白い。面白いね。面白いですね。水が入ってたらこうやって低い位置にあるね。低い位置だね。なんかおじいちゃん、おばあちゃんとか子供とかのね、そういうサイズ感だよね。サイズ感だね。そんなギャグを言ってるわけじゃない。おぼけ、こぼけ。城下町風な町並みでなかなか趣がありますな。あ、なにこれ。あ、すごい水だ。ね、水が流れてる、綺麗。いいね。ほら、タンポポとかが石と石の間に綺麗だね。水が綺麗なのっていいね。ほら、多分無関係いいね、なんか素敵だね。面白いね。面白いね。未来感ある、ね、このグレーチングっていうのかな、この溝の幅が狭いやつを今ね推奨されてて、これが幅が広いとこういう車椅子がはまっちゃうんだよね。だから排除されてんだね。あら、お湯じゃない、あれ温泉、温泉が出てんじゃないかしら。ほら、あっ、水うん、冷たくもないけど暖かくもない。この一番リアクションに困るやつだこれ。別に、なんだろう、水だね。でもすごい、なんか今日水が豊富な土地なんだね。匂いかね、水が豊富な土地なんだ。美味しい水かもしれない。